皆さん、ユニオンエア始まりましたよ。私はユニオンエアの総合司会を担当させていただきます、青葉美咲です。番組の司会なんて初めてなので、すっごく緊張しちゃってますけど、新しい衣装まで用意してもらったし、精一杯頑張りますので、よろしくお願いいたします。さあ、本日はここ仙台のエンジェルステーションより最高の音楽番組ユニオンエアーをお送りしていきたいと思います。この番組に4組のユニットが出演して、いろんなパフォーマンスを繰り広げてくれますので、楽しみにしていてくださいね。それでは早速最初のユニットパフォーマンスをご覧いただきましょう。最初のユニットは、会場にいる皆さんはもちろん、全国でご覧になっている皆さんにも一緒に参加していただくコーナーがありますからね。それではユニオンエア最初のアーティストは、とっても可愛いあの子たちです。私たちは歌とダンスが大好きな未利用星人です。私たちと一緒に旅行に行きませんか？広い宇宙を旅する宇宙旅行です。よし、出発！行くぞ、デスコ文豪！田舎の小惑星群、のんびりしていいところだね。惑星全体が凍りついたスノーボールの星。宇宙でいろんなお友達に会えて、私も嬉しいべさ。そしてこの旅の最終目的地は、地球の電波がここまで届いてる。地上は大騒ぎみたい。それじゃあみんな、トモキたちと一緒に歌うぞ。私たちの気持ちを歌とダンスで全部の星に届けるべさ。ピコピコプラネッツの皆さん、
子供番組みたいですっごく可愛かったですよね。皆さん、ピコピコスマイル体操できましたか？普段スポーツをしていない方はぜひ日々の生活に取り入れて運動不足を解消してみてくださいね。さあ、ユニオンエアーはまだ始まったばかり。どんどん行きますよ。次のユニットはこちらです。嫌いだ、こんな島で友達なんて作りたくない。はあ、エレナさんの瞳の色、とっても綺麗な空色ですね。変な子。ねえ、どうしてついてくるの？私は映画を撮ることにしましたよ。何がいいの？ちっともよくなんかないよ。私、ミアと友達になったばかりなのに。やっぱり私寂しいよ。会いたいよ、ミア。せーの、私たちずっと友達ですよ。
リルキャン見た？うーん、見せて見せて。少女漫画みたいな恋にはちょっと憧れるけど、なんだか遠い世界の話だなって思ってしまう。いつか好きな人ができたらちゃんと報告してね。もちろん。そんな人ができたらだけどね。運命。アカネに好きな人ができたなら私たち協力するよ。もちろんだよ。あのね、あの子が助けてくれたんだよ。あの私、スバル君のこと結構気に入ってるかも。翼がスバル君のことを。千鶴先輩、こんなのめったにないチャンスだよ。話しかけなくちゃ。あの表紙なんか真似てみて、男子受けって言葉に踊らされ、どうしよういいかも、でもはてこにありたい、また始まったこたつで作戦会議、デートの経験未だありません、遊園地とか水族館とか、どうしよういいかも、でも性に、ドラマみたいなことなんて起こるわけがない。結局今回も成果なしか。夢ばっかり見てないで目の前の課題をこなしなさいってことかしら。セレブバーディー？セレブじゃない私たちが参加して大丈夫なのかな。私たちも白馬の王子が迎えに来ないなら自分から迎えに行くの。自分の手で夢をつかむのよ。
決めたわ。私もパーティーに参加する。やったー。人生にドラマみたいなことなんて起こるわけがない。そう思っていたけど、予想外のドラマも悪くないかも、なんて。めくるめくって
までも高く雲を払って風のように飛んで行けるなら知らない世界に指先すくむけど知りたいこの気持ちが翼に変わる私が今できることそれは歌うこと踊ればハッピー、痛い盛り上がって熱い
スターミリオンライブ、シックスライブツアーユニオンエア、ついに始まりましたね。いつもの劇場を飛び出して各地を巡るライブツアー。開演まで私も期待と不安でいっぱいでした。でもすっごく盛り上がってよかったです。いけないいけない、まだ明日もあるから気を引き締めないと。さすがいい心がけね、美咲ちゃん。まずは初日公演お疲れ様。あ、音無先輩お疲れ様です。みんなのおかげでとても楽しくお仕事できました。今日の美咲ちゃんは大活躍だったわ。画面に出て司会進行までしちゃうなんて、もう影の主役よね。パーッと行きたいところだけど、まだ明日もあるし、今日はもう一度打ち合わせしておきましょうか。はい、音無先輩。でも遠征先で働き詰めっていうのはご時世的にどうかと思うの。というわけで、とりあえず英気を養うためにも少しだけ楽しんじゃいましょうか。音無先輩。さあ、今日は先輩である私にドーンと任せてね。仙台名物はまだまだたくさんあるんだから。はーい、おいしいご飯を食べて、明日からまたみんなのためにいっぱい頑張りますね。